皆さん、じゃあ、ただめに第154回日商簿記検定2級に関する回答速報を開返します。えー、担当はレックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。じゃあね、えー、早速でございますが、あ本日実施されました第154回簿記検定試験、日商簿記検定ですね。 えー、2級に関する回答速報ということで、えー、お時間30分程度頂戴いたしましてね、えー、本日の試験に関する状況等々を少しね、お話をさせていただこうというふうに思います。えー、そうですね、えー、まずは皆さん、あのー、大変お疲れ様でございました。まあ、世間ではね、 連休の方もおいいいででにななるみたいでございますけどなあ、まあ、皆さん方そんな中ね、えー、今日はあ本試験の方を受けてきていただいたというところでございますんで、まあ、今日はね、あのー、少し気温も高めといえば高めだし、えー、昨日までの風もね、えー、なくなったってほどでもないですけど、まあ、弱くなりましたんで、えー、比較的ね、まあ、移動なんかも支障のないような状況だったので、えー、そういった部分ではね少しまあ 安心してね試験会場行っていただくことができたかなという気はするんですけどね。えー、まあ今回もま2、あ、級の試験ね、えー、受けていただいてまあ いろいろ思われるところもあると思うんですが、あーこれからね、少し、えー、その要点用紙お話をさせていただこうと思うんですけども、あのまず最初にですね、す、え、で、ー、にご覧いただいた方も多いかとは思うんですが、あー私どもレックのホームページは、あでは、今回もね、あの回答速報の方、アップをさせていただいております。えーまあ、僕らの方とですね、回答作成をいたしまして、えー、作り上げたものになります。で今のところ 特に自己的に見直しなんかをするというつもりもないんですがあーとりあえず現状を出させていただいたものがこの回答速報になるんですけどもこちらについて一点お願いというかご案内がありましたね、あのー、今回も一応この回答速報には予想配点箇所ねこれをつけさせていただいております。 まあこの予想配点箇所は、あやはりね、ご自分の得点予測っていうのかな、あ出来栄えの状況を知りたいというご要望も多いので、えー、毎回つけさせていただいているものにはなりますが、これあくまでもですね、えー、こちら、配点は予想です。私どもレックの方で、まあ、過去の試験の動向なども神をしてね、えー、ないし今回の問題の状況等々勘案して、まあ、おそらく えー、こういったところにこれぐらいの配点がつくんじゃないかなというのを完全に私どもに予想させていただいたものなのであのー、実際に西尾さんの方でですね採点される際にお使いになられる配点箇所とはあのー、必ずしも一致しませんあの僕らはそれ知らないんで、えー、公表されませんので、えー、従ってもう完全にこれは予測になるんでね えー、よって私どもの予想配点に基づく自己採点の結果というのはあくまでも一つの参考であり目安であるというふうにねお考えをいただきたいと思います。えー、ですからまあできれば5点から7点ぐらいの幅で、まあ、プラマイ、えー、範囲ということで誤差の範囲ということで捉えていただいた方のがまあいいかなというふうに思います。あの 20点も30点もずれることはないとは思うんですけどもね、えー、一応それぐらいの幅はあ持って自己採点の結果というのはあご覧をいただきたいその上でね、まあ、最終的な確定した結果というのは当然ね証会外所さんの方からあー出てくるものになりますんで、えー、そちらをまあお待ちいただくところになるんですけどもあくまでも予想の配点ですということは念頭に入れていただいてですね、えー、こちらご活用いただきたいと思います。 でまあ、今回の検定試験もですね、えー、ここ、近年の2級の試験の傾向っていうのかな、大枠で言うと、まあ、その傾向は踏襲されているようなところになります。まあ、すなわち、あのー、比較的工業簿記が平易でね、で商業簿記の方がある程度手を焼くと、まあ、いう傾向はもう、ここのとこずっと続いてるっちゃ続いてる。2回,2回か あーついいもするんで今回もまあその形を踏襲したのかないうところになります。えー、まあ先に工業簿記の方からお話をしてしまいますけど工業簿記ねそうだな。えー、第4問が個別原価計算。まあ個別原価計算における仕分けの絡みになるんですがまあそうね あのー、一部ね「子孫慈悲」に関する取り扱いなども含まれてるっては含まれてはいるんですけどもんただまあこの工業簿記大羊門に関しては目新しいっていうほどの論点はないよね。で、ね「損孫慈悲」に関する補修代。 まあ子孫児ですねでこちらについて、まあ、完成品原価に加算をする等の通常の取り扱いをしていただくだけなのでまありませんけども、まあ、僕は逆に言うとそんなに、えー、悪い問題ではないというかあの本当にまあ基本的なあ個別原価計算のね 作業過程であったりとか基本の概要とか、まあ、そういったものをご理解いただいてますかということを問わんとする問題だと思うのでまあそういう意味では僕は非常にいい問題かなという気はしますね。まあそもそもこの仕分けの類の問題ってね工業墓地、まあ、こうやって個別原価計算の領域出る場合結構ありますけどもあの、まあ、仕分けの形っていうのはねあの商業簿記の分野に比べれば工業簿記ってのはうんと少ないですよ。ねそれは間違いない。 とともも、すするるパターン化しやすいように思えるんだけどもただね、まあ、確かに仕分けの形だけだったら覚えることはできるかもしんないけど今日の問題なんかだってねその仕分けをした時に当てはめる金額を正確に把握をするすなわち個別原価計算の基本的な基調の流れをちゃんと理解しておくということをやっぱりやってもらわないと。 点数ってのは実際合わない取れない問題になってますんでまあそういう部分では僕はあの変に突飛な問題もないのでね、えー、しっかりと個別原価計算の過程を勉強しましたという方でいらっしゃればあーそれなりに点数を積んでいただけるしまあこれ十分満点も狙える問題だったと思うんですけどもまあかといってね 変にパターン学習だけでででどうこううこといいもものでもないのな、えー、そういう意味ではあ僕はいい問題なんじゃないかなというふうに思いましたしまあなんとか頑張ってねこれはあの高得点をやはり狙っていただくべき問題だっただろうなというふうに思いましたよ。で第5問に至ってはま実際総合原価計算ですけど、まあ、今回はねあの単純総合原価計算を前提にしてますんで、まあ、いわゆる組別とか。 あー東急ベースとかあーそういう応用的論点ではありませんからこれも一般的には手は出しやすいんじゃないかな。で唯一と言ってぐらい注意しなきゃいけないのはあやはりあの材料が2種類あって、まあ、いわゆる追加投入材料の形態を取ってるっていう事実ですよね。えー、本問であれば A 材料は肯定視点投入ですが B 材料については肯定一定点。 60地点での追加投入になりますでその時にね、まあ、根本的に与えられてる資料としての生産データあるでしょで生産データってのはこれ工程,で工程全体での生産状況を示す資料ですからまあ当然のことなんですけど B 材料 B 材料は工程60%地点以降にしか存在しないものなので当然にそれ以前の部分 製造工程でいうと60%に前の部分に関する数値データっていうのはビーザ量には関係ないんだよっていうところになりますからねその当然の解釈をしっかり立てていただくと、まあ、ビーザ量品に関するボックス、えー、ボックスなんか作って計算しようと思ったら要は右側のねアウトプット側の投入されるものビーザ量が投入されるのは今回完成品と、えー、のみか。 完成員のみというところになりますから、まあ、そういった基本の概要をしっかりと捉えていただくことができているかどうかだと思いますね。で、そのまあ、比較的ね。何ていうのかな？あのー、総合原価計算を勉強していただくと、初期の段階で押さえていただくレベルのものになりますけどね。まあ、こういったところをまずしっかりとこなしてくださいね。っていうのが1点と、あとはまあ子孫児の類ですね。<laughs> で本問いの2番なんかを見ると「子孫自品評価が存在する場合」ってのもありますから。 ね、でその子孫人品評価額なんかが存在する場合は、まあ、当然のことながら子孫人比って呼ばれるコストのみをね良品と呼ばれる完成品などに負担をさせていくという手続きになりますんで、えー、しっかりとその子孫人品評価額自体を控除するっていう手続きは入れなきゃいけない。で入れなきゃいけないんだけども、まあ、これもね減損とか子孫人の学習をしていただくと比較的当初の段階で皆さんに抑えていただいている論点なので、まあ、そういう意味では。 まあ確かに追加導入材料の扱いとかってありますけどこれもねうーんなんとか頑張ってちょっと点数は取り切っていただくというのが必要かなっていう気がするしまた あ十分それも狙えた問題と言えるかなっていうふうに思います。でただもう皆さん方の多くの方々がですね、えー、これまでのこの間の試験まで含めてですけども出題傾向というものを当然意識されて学習というのは進められてると思うんですね。でそういう前提からすると、まあ、今の2級のね、えー、検定試験の動向からしてですよ、まあ、出題範囲一つとってもそうですけどもやはりあの工業武器の分野をしっかりと攻めていくと。ね、で点数の取り床に据えると。これが もう2級において、えー、合格戦力の採択の最たるものである。というのはもう疑う。余地がない。ね。だから今回もこの工業簿記まどちらかというと落ち着いた。問題というのかな。あー。さっきのね。第4問なんかはさっきも言いましたけども、まあ、上っ面の知識で勉強してもそれは無理です。第4問は。は ちゃんと個別原価計算の過程というものをしっかり勉強した方であれば十分対応できるっていうね前提はついてしまいますけどまあそのちゃんと勉強した方であれば十分満点狙えるだろうしで第顧問の総合原価計算に関しても同じことがやはり言えますんでえ今言った通り追加投入材料に関する取り扱いとか子孫慈悲に関する取り扱いまあ比較的ねえそれぞれ総合原価計算の学習入ったり。 えー、その総合原価計算における減損子損時の取り扱いという勉強を始めた段階です当初の方出てくる論点ですがこういった基本のところをしっかりと固めておけば点数は取らせてあげるよっていうのがまあ死刑の先生の意図なんだと思いますし今回もそれがあ出てるなという気はしましたんでこれはねちょっとやっぱどう考えてもねあのー「4問5問」から解くべきです。解くべきですですその上で ま、ちょっとやっぱ満点狙いのつもりで、まお、あ、そらくほとんどの方々はその前提でね、えー、予備校なんかお使いの方々は指導されてると思うんですよ。で、ご担当の先生方からもそういうお話があったと思います。まあ、今回はまあまさにそれが顕著に出てるなという気はするんで、まあ、人間ですからやってる過程で多少ミスが出ちゃう時は当然ありますけどね。やはりあの問題見た時の基本スタンスとして工業簿記というもので、しっかり点数を取るという。基本の形でこれは来たなと。 いうのはご判断をいただきたかったなあっていう気がするので、まあ今日の問題なんか見ていただくと分かるんですけど、第2問なんかね。過去本試験でも出たことあるような売上原が対立をしたいとする感情記入で、第3問はまあ普通の pl 作成だったりしたわけですけども。あのー、2問目あたりなんか実際あれ解き始めると結構時間かかるんですよ。で時間か来るし、やっぱイージーミスは出やすいね。どうしても連続的に計算しなきゃいけないんで。 だからそういったことを考えるとやっぱり商業簿記が攻めるべき対象ではないということはもう明め明いめい白々なのでだからま,あまずはね、えー、これ工業簿記を優先的にあまり時間をかけないで早め早めに解き切るという、まあ、まさに近年の2級の検定試験におけるですね王道的な回答要領というものをしっかり踏襲していただくということが必要だったと思います。で中にはね、あのー、どうししても失敗しちゃった ねえ数字がきれいに合わなかったっていう方もいらっしゃると思うし「ひそんの扱い忘れちゃった」とかあ「追加投入材料の扱い忘れちゃった」とか、ね、えそういう方もいらっしゃるかなという気はするんですけどもただね、まあ、今後のお見直しというかあ振り返りの時にはやはりこれぐらいの工業武器に対する対応力っていうのはしっかり身につけておかなきゃまずい問題だということは念取り入れてもらった方がいい。ね えー、だちょっと工業武器に関しては僕はそう思いますよ。だから、あのー、決して突飛な論点はないし、ね、あの簡単ってことではないです。まあ、追加投入材料だし、損じがあるしって話になれば、決して簡単ではないけども、ただ、図抜けで難易度が高いとか応用度が高いということでもないので、えー、やはりね、基本のアプローチをしっかりと踏襲すると。で工業武器でどれだけできてるかっていうのは、やはりね、 あのー、しっかり今後の見直しなんかをやっていただくにあたって、えー、一つ意識してみた方のがいいい論点だと思いますよ、まあ、例えばね、あのーまあ、とりあえず2級まででこの先はどうこうっていうことは考えてないよって方も多いとは思うんだけども、まあ、仮に上に行こうと会計士さんとかね、えー、そういった勉強をされようとか1級行こうとかって思ってる方々はやっぱり今日の工業簿記なんかねしっかり固めておくべきです。ね あのこういったところはしっかりね今の段階で抑えるべき内容としてやっぱり見ておくべきだと思いますよ。あそういった意味ではしっかり確認はねしていただいた方がいいというふうに思います。でね、まあ、商業武器なんだけど商業武器はねまあまあこた間の連結連結に比べりゃあ全然全然解きやすいのですが。 まあちょっとこの間の連結があんまりね、あれだったんで、あの、どきつかったんであれなんですけど、ただ、とは言ってもっていう感じがちょっとするんだよね。あのー、さっきも言ったけどねちょ、まずね、第2問はね、できないわけじゃないんですよね。できないわけじゃなくて、これめんどくさいんです。で、時間がかかる。だから、ちょっと時間がかかるんで、 それをどうするかってことをやっぱりちょっと考えないといけない問題だったような気がするのよ。でまあ皆さん方問題の解き方ってね当然各予備校なんかお関与の方々は、まあ、担当の方からもお話は合ってるかなと思うんだけどまあ皆さん方大体さ大体さもう王道ですけど「はい試験始めなさいよいドン!」なったら当然ですけど最初は一定の時間使って問題をまず精査するじゃない。 1>, 1問目は何が出て2問目何が出て3問4問5問チェックするでしょでその上でまあ回答手順っていうのかなそれを組み立てて作業を進めていただくと思うんだけど、まあ、その時にねもう誰がどう見たってそうだと思うんですけどこれ第4問は相当面倒くさいんですよ。量がそこそここあるしで回答要求項目は勘定だから一、まあ、つずつの取引を仕分け考えながら勘定を書いていけばいいっちゃいいんですけども、まあ、それだけじゃないんでね。え それだけじゃないんで、あのー、順売り答えなきゃいけないよとか、まあ、そういった話もありますから、まあ、そういったことを考えると結構解くのはめんどくさいんですよねだから、あのー、間違いなくこれ第2問時間かかるでしょで第3問も倒せる総合系ですからやりようにもよるかもしれないけどそこそこ時間はかかるはずなんです。でその2つの問題がまず時間がかかるということを勘案して。 まあ優先的にねさっきの話じゃないけど工業簿記を極力時間かけずにもう点数取るだけ取るということをやっぱり心がけをしていただかないとちょっと現実的に厳しいかなって気がする僕がまず第一義的に今日の問題を見て危惧したのは時間が足んない時間が足んないことによって回答時間回答作業が全て終わらなかったって方がもしかしたらちょっとそこそこ出ちゃうかなという気がする。だからね本当にもううななんていうのかな あー変な話っていう表現は違うなあの受験でんでね資格試験なんであのやっぱりね合格点数に達するためにはどうするかどういう回答アプローチを取っていくべきかってことその後そのまた決めるってことが大事なんですよ。でねこの決めた内容ってのは後から振り返ればこうすればよかったああすればよかった出るかもしれない出るかもしれないけどもえそれはねえあとね じっくり見直した結果初めてわかる話であってその時の判断がどうだったかなんていうのは正直あんまり意味ないんですそうじゃなくてねまずその段階初見で問題をチェックした段階でこういう順序でこういう配点、えー、時間配分で回答手続きを進めてみようという大きな筋を自分の中でまずしっかり決めるってうことが大事なんです でその筋に沿った形で問題対応していくってことはやっぱり意識しないとねまあ、今日の問題なんかがまあ、1から10まで全部手出してですよ2時間で十分終わりましたと余裕余裕という方はねあの大したもんですよこれは大したもんよっぽどやっぱり練習積んだんだなと思いますだからどん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 問題も回してなおかつ内容理解もしっかりやるようにね 意識されてる方だったらそういう方もいるかもしんないけど、一般的にはなかなかそこまでいかないと思うんで、まあ、そうなった時にね。いよいよ時間足んなくなってしまいそうだって。言った時にもう切り替えを図るね。時間との兼ね合いはやっぱり考えなきゃいけないんで、切り替えを図るとかっていうことも、臨機応変にやんなきゃいけなくはなってくる。これぐらい量があるともう。それ必要ですよ。だからさっきの話だけど、第2問なんかでメインとなってくる。回答は売り掛金勘定商品勘定の話だったりするけど、例えば問いの2番見た時にこれ純売上高答えろってあったでしょ？ ね、PL なんか作った時に書くべき売上げだからですよ順売り書きなさいと。で売上げだったらもうぶっちゃけないしこれねあの4月1日以降のデータの中で売上げ関連の話だけ読んでけば出せるじゃないだからもう極端な話ですか本来的には日付順にデータを追ってって回答を出すのは当たり前なんだけどもう時間的に厳しいな、まあ、当然商品勘定なら売り金勘定パートパートで埋めることができたってね全部書こうと思ったらそれなりに時間かかるわけですからそうすると、まあ、まずはね あまり時間かけずにもかけなくても優先的に解けるとこないかなって見た時にやっぱりその問いの2番乗ってる順売りなんていうのは一つこれは判断の仕様ですよだって少なくともこの4月1日以降の取引見た時に仕入れ関連とか全く関係ないんだからそうでしょで販売単価なんか全部載ってますから、えー、そういう意味で言うとね やっぱり問題をこうチョイスをしながら回答していくようなことができるとお違ってきたのかなという気はするんだよね。だから一番怖いのはそういう順売上げ高とか、まあ、これは代表的な例として申し上げますけども時間がないことによって書かなかったっていうのはちょっと避けてほしいなということですね。だから少しそういった全体状況の把握というものを勘案しながら問題解いていかないと少しこういった量が多い問題は厳しいかなという気がするで。その上で具体的なな内容なんだけど じゃあ今第2問の話を連としてたからっと順番入れ替えますけどね第3問第三先話しちゃいますが、まあ、第2問に関してはねあのもう王道としては商品勘定を作っていただくという話ですからあこれはねもう4月1日以降30日まで何分で商品過程、ね、商品売買取引の過程を順次追ってきながらその段階その段階での在庫が自分で分かるようにねボックス作るなりなんなりして、えー、ちょっと発行しておくと。 いう作業は必要ですよ、ねえまあ、極端な言い方すれば有高帳まるまる作る必要はないけども有高帳的なものを計算用紙に起こしながら状況把握をしていかないとね、まあ、当然これ期末のデータ等々の確認ができないことあるでしょというのもこれ問題資料ね30日ぐらいまで行った時に「えーえー、月次決算手続きとして実地棚卸しをやったら実地棚卸しと書で280個で賞味売却価格は5,500円」とかっつってんですけどこれどうっすかね 賞味売却価格もねこれ実際反抗してもね分かんないっちゃ分かんないのかもしんないけどあのまずねこれ問題見た時に賞味売却価格が5500円っていうのはもう商品評価損ねえなっていう当たりはつくんですよ。だってあの仕入れの内容を見てってもらえば分かりますけどどこをどう見たってよ。ね6000円とか7000円で買った商品なんか1個もないわけですよね。ないでしょ買った商品とか,ぜ、えー、前,期から前月からの繰り越し分 全部単価見てもらえば3,000円だのどれだっけ ?3200 円だの ?3300 円だのって話ですからまあ明らかにこれショーン売却額は相当程度商品の原価上回ってますんでって、まあ、とことはもう商品要貨層はないよね。なくていいんだなってのはもうこれは当たりつくと思うんです。ね、でただ実地数量280個って言ってるから、まあ、実地数量って言われちゃうと原毛の確認がどうしても必要になるなって。 ねえ帳簿数量残ってるべき数を把握しなきゃなっていうところになるんだけどこれはまあ最終的にチェックしてもらうとないんだよねちょっと意地悪だけどね。でそうするとまあそこら辺の手続き論はいらないよって話なんだけどもこれはね家庭を全部追ってってもらわないと分かんない原盲は。ああだから実地の数量しか言ってないじゃん帳簿と相違があるなら原盲出すしなけりゃ出さない。で今回はない。 ね、だからそこの過程をしっかり追っていただけるかどうかだしねまあもしかするとそこでちゃんとね帳簿数量280個実地と一致だ出てもあれって思っちゃうかもんしんないよねまあ受験生さんの心理としては思うだろうね実地釣ってるから原も出なくていいのかなこれみたいな <laughs> あの思うと思うんですよだからそうするとちょっとこれ厳しいなそういったところでまた確認の時間が出ちゃう再確認の時間とか出ちゃうと 結構厳しいかなっていう気はするんだよね。ただまあ、この問題なんか間違いなく時間かかりますんで、少し時用については確認をしていただくというところは必要だったような気がします。ね。で、その上でね、 じゃあ第3問は損益計算書を作成していただく問題なんだけど、まあ、これなんかねあのうちの今回の2級の公開模試がほぼ同じ趣旨だし、えー、決算整理事項等の中に入っている、えー、税効果も、まあ、同じような出し方をさせていただいてるんで、まあ、そういう意味ではね、えー、私どもの公開模試をご活用いただいた方々にとってはあ類似の問題だなと。 解きやすいいいなと思ってたただいたような気がします。あのまあ僕は2級の公開模試作ったわけじゃないんですけどちょっとこないだ見たら2級の公開模試ちょっと PL 作成うちかなり力で作っちゃったんでねあの駅務収益等の話が入ってたからねまあ結果本式よりもえぐい感じになっちゃったんであれをやっといていただいた方々にとってみればね今回の問題なんかは。 そうだな対応しやすかったんじゃないかないう気はする。ただ、やっぱりそうは言ったってっていうところはあるんでね、まあ、例えば原価消却計算、備品がね、200%定率をですよって話がありますが、消、まあ、却率を自分で出しなさいなったらもう当たり前の話なんで、えー、そこら辺は当然ね、皆さん問題できたと思うんですけど、今回ね、消却応奨率以外に改定消却率もあるんで、改定消却率が与えられてるってことは、改定消却率に基づく均等配分、これに切り替えが 生じる可能性を帯びているで生じる可能性もあるんでねだからまあ皆さん方これはもう基本的にちゃんと計算過程を追わなきゃいけないでしょでまずは取得減価便の取得減価に対して消却保証率を生じることでって消却保証額を把握してでその上で当期ね、えー、通常通り定率を200%定率に基づく消却を求めていわゆる調整前消却額を求めてで両者比較の上まあ改定消却率に基づく均等配分必要ですか チチェェッッククを取るんんですけど、まあ、今回チェックしてもいいらないんだよねだから改定焼却率に基づき均等配分に切り替える必要はないな判断ついたと思うんですけどねただまあこの改定焼却率なんかを与えてきてるということはそれに切り替える可能性があるということですからねその過程をやっぱりしっかり追っとくってことは必要でしょうね逆に言うとここら辺うろ覚えだと問題資料に載ってるんで使わなきゃいけないんじゃないかっていうふうにね変に誤認してそれ使って回答出しちゃうとかっていう怖さがありますからまあそこら辺はね まあ、基本の過程をしっかりと押さえていただいてるかどうかになるだろうし。さらに言うと、税効果だね。第3問税効果。これね、あの、決算整理事項で言うと、八番、9番、10番あたりか、あになるんですけど、まず9番でね、法人税等に関する、ね、決算整理しろと。 で仮払い法人税と1万8000円は中間納に関わるものであると。でなお、当期の費用計上額のうち8000円は税法上の課税所得の計算にあたって損金参入が認められない。すなわち損金不参入。で、法人税等の法定実行税率は30%だって言ってるんだけど、まあこれ結局何やんだっつったら、損益計算書も作るしかないですよ。で、損益計算書をだーっと作ってっていただいて、税引き前利益を出す。で税引き前利益を出したら、真、まあ、下タン君のは法人税等だけど、これを求めるときに、要は今回、損金不参入が8000あるっつってるから、か 課税税所得を計算すすするるために税務調整手続きするんですねでそうするとまあ損金不算入分8,000を税引き前利益これに対して調整していただいて課税所得に直してで税率上昇したら初めて法人税が出る。と、ね、いう流れになりますからまあこれなんかあの法人税等を出していただくにあたってはですね税引き前利益が基本的に合ってないとできないので、えー、これ自体は正直言ったら合っ,っ,ってりゃ儲けもんみたいな。 とところななっちゃうかなと思うか思んだけどただまあ僕は個人的にねそれ以上にしっかりやってほしかったのは決算すり事項10番でまあ工藤だけどこれ損金算入が認められ費用計上額8,000円将来減算に小さいが立ちましたっつってでしょここですよでこれやれば8,000円の30%税額ベースで2400円2400円をもってですね皆さん方は借り方栗延税金算で貸し方法人税等調整額 手続きを取っていただくことがでらなんとかそこでね今回模範回答の方でも、ね、回答速報の方でも入れさせていただいたんだけど法人税等調整額ぐらいは点数取ってほしかったな。法人税等自体はもう駆動だけどこれ税引き前利益が合ってないと合わないんででしょだって税引き前利益出して課税所得調整税務調整やってい で皆さん初めて税率かければ法人税となんならちょっとこれは厳しいと思うんですよ。ただあ法人税と調整額はね別に税引き前利益なんか出さなくってできたわけですからここはなんとか攻めてほしいなという気がしましたね。あとはまあそこが難しくてもそれ以外のね、まあ、退職給費用であったり租税効果の話であったり減価消費の計算こういったところでしっかり点数詰めてれば。 まあ基本の目標といえる7割っていうところは十分クリアできたと思うのでまあその線を今回も維持していただきながら作業手続きっていうのを進めていただくということが必要なんでしょうねでこれでまあ PL の方で、えー、税効果が主催されたのはもうこれで初めてですね、えー、BS は出てますけどね、えー、そうするともうこれはあ第3もこういった通常の総合問題出てくるときは税効果を出しますということで、えー、ございましょうから まあそういう意図なんだろうなというふうに僕は思って見てましたけどもまあこの問題であれば7割いつも目標としていただく7割というのは十分狙えたと思うのでまあそこをねしっかりやってもらうというところじゃないですか。で僕が今日一番気になったのは第1問の仕分けの問題であの多分これ皆さんねできないわけではないんですよ、ね。できないわけではないんだろうけどもやってて気持ち悪い。 感じはするだろうねちょっとねあの除却ばっかりだからね <laughs> 除却ばっかりっつったらあれですけどまあなかなかないわねあの第一問の中で除却関連が2つも出るなんていうのはなかなか今までないですがでなおかつその除却のパターンがそうそうあんのかなっていうね話でまあこれはあのね試験委員の先生のご意向でいらっしゃるんで、まあ、実務のこと考えてということをおっしゃる方ですから。 うん、まあ泣いたは言わないですけどこ,これが起こった会社は底辺だねこれ。<laughs> あのどうなんすかねまあ一番最初のまずリースリースについては利子込み法ねで期間5年ものリースなんだけど3年リース期間が終わって残り2年分で残り2年残ってんだけどこれをね皆さん方あの途中解約したと。 で途中解約してやった話なんだけど、まあ、根本的にこれファイナンスリースじゃんファイナンスリースってノンキャンセラブルなんじゃないの話があると思うんで、まあ、ご質問いただく前に先言っとくとあのー、今のルールで言うとこのねファイナンスリースの要件では確かにノンキャンセラブルでありフルペイヤードなんですただノンキャンセラブルっていうのは実質的解約不能を含む、ねあのー、リース会社と結ぶリース契約にえ 途中解約ができない旨の、ね、解約不能条項っていうのが含まれてる場合以外に実質的解約不能も含むと実質的解約不能って何ですかっつったらまさに今回の問題で契約書の中に解約不能って載ってないんだけどもただ仮に解約しても、ね、解約してもリース期間全期間分のリース料は払ってくださいねこういう契約になってるものっていうのは実質的解約不能なんでですよでまさにこれ今回それなんですよ。 あと2年残して解約したでしししょであと2年残して解約したけど残り2年分のリース料払いますっつってんじゃないですか。ってことは普通に考えれば実質的に解約する意味なんかないんですよ。だったら残りの期間もリース続けちまえという話になることが一般的には考えられる。だからそれは実質的解約不能なのでこれはねノンキャンセラブルを満たすと拝借されるんです。ただ今回のこの試験の問題はなんだああ5年間のね リース契約結んで3年終わった段階で解約して解約した上でそれをねですか置いといても邪魔になるから持って帰ってくれとねええー、持って帰ってくれってそこの部分をもう除却で処理しようこんな話でございますでこんな話なんだけどまあなかなかこういうパターンっつうのは正直言ってあんまり考えらんねえなっていう気はしないでもない、まあ、確かにね事務用機器ですからコピー機なんかをイメージした時にあのー、いらねえからまあ解約するんでしょうから で解約したもの置うとっとと持って帰ってくれと。まあ、何が言いたいかと普通は5年分のリース料払わなきゃいけないんで、多くの場合はまあ途中で解約しようかと思ったって、じゃう使うこともあんかもしんねえけども、も端っこ置いとけよと。どうせもう2年分、あと5年分全部金払わなきゃいけないんだから置いとけよとなることのが普通だと思うんだけど、まあ、事務所なんかはちっちゃければですね、えー、そんなにコピー機何台も置いてららないんで、もうめんどくせえ、もういいよいいよ、もう2年分払うから持って帰ってくれと。 いう話になりましたってのでまあこれなんか僕ねちょっと問題見て笑っちゃったっつったら怒られちゃうかもしれないけど、まあ、笑っちゃったって別に問題がどうこうじゃなくてこんなことになったら会社底辺だよねあのまあ少なくともリースやりたいですって臨機出した人は責任問題ですよな普通はそうですよどう考えたって。 2年分もねだって使ってもない物件のリース料払うんですよ。ねなんで途中でそんなにいらなくなるものリースなんかしたんだお前って話になりますからまあ普通は相当怒られますよね怒られるってすみはいいですけどね今みたいなご時世こんなことやって許してくれますかね <laughs> 普通の中小企業でこんなことやったらまあ会社いらんねえじゃないですか普通に考えてねえあのそう思わないだって。 何も使わねえもん2年分もリース料払う払わんでしょ。ねえ,ねえそんなの除却であんのって思うと思うよ思わないもし本当にそういう状況になったって多分現場はねもういらねえから除却しましょうって言わないよ多分 <laughs> あのこんなこと言ったらだけどだら怒られんもんこんなこと言ったらどうなのかなって問題として。 まあ無理くりっていうまあまあまあこれは一つの処理なんで別に受験簿記ですからね、えー、そういう状況もあんのかもしんないですけどちょっと無理しちゃったなっていう気もするしねで同じねあれよ除却絡みの処理であのソフトこれもだって、うん、これどう まあ言い回しの問題なのかもしれないけどソフトウェアの作り直しの対象となった部分の費用580万含まれてますでこれ資産性がないので除却しなさいだってだってよおおこれどうですか作り直ししましたでも結局いらねえから除却します580万皆さんの会社はそれを許してくれますかね

だからね何が言いたいかというと別にねまあ手続き論の話ですから受験募金の問題としてこういう状況があったんでやってくれって話だから、まあ、やりますけどね状況把握はしづらいのよ結局こういう問題って常識的に考えて分かりにくいから「いやいやそんなことないよ」っておっしゃるかもしれませんけどねそんなもんポン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 出る会社世の中はそうそうねえと思いますよ。普通に考えて万円 余計に金かかったけど、結局いらねえから除却します。ま住むそれね。今、このご時世に <laughs> まあそれで許してくれる。会社いい会社だね。あのー。うーん、いい会社だよ。僕もそんなところに立ったらサラリーマンに戻りたいですよね。何したって怒られね。えんだろうから。 <あ> <laughs> ね、<laughs> でもそんな会社あんのってな、まあ、別にいいんだけどやっぱちょっと状況読みづらいからもうちょっと文章は考えてほしいかなイメージしづらいですもんねまああえて言うとそれぐらいなのかな言う気はするんですよで、ね、2番目の説明あたりはまあ返品調整引き当て金また少しこれも読み取りづらいね ただこれはあの当然これは読み取りをちゃんとやんなきゃいけないレベルですかね。ですか,かこういうのは別に全然いいんですけどちょっとね1番と5番は問題文としてどうなんだろうかっていう気はするいやないとは言わないですよ。今言った通りコピー機をリース契約して3年ぐらいで入れなくなっちゃったでももう事務所に置いていけねえんで代わりの機械入れるんで。 でそうしたらもう受客もうしょうがない2年分払いっちゅうから払いますよ払っても受客ですまあそういうことがありえるんだろうけどあんまり普通の会社はねえわなまあ僕が社長だったら原爆こうやってねあの変えたいんですけど事務機器ですからパソコンとかでねいや変えたいんですけどつってきたってあと2年我慢しなさいって僕なら言いますけどねだったら初めからそんな倫理出すな、うん、と。 <笑><笑>あの社長をぶち切れみたいなあのなりますわ普通え誰、ー、だ林機あげたっつちょっと呼んでこいとかっつってねあのまあ僕みたいにガラッパチのもの言いはしないかもしれないですけどまあ言い方は別にして多分相当怒られるよね皆さんの会社どうですかやっぱいらねえっすよねってね5年リース契約したけどいらねえっすよねでも途中で解約しないっちゅうんで置いといても邪魔なんとりあえず社長2年分あとリース料払っちゃってくださいよ 邪魔だから受却します。OKOKOK、OK, OK, OK, いいよいよ。そんな社長のところで働きたいよね。<laughs> 日々は楽でしょうね。日々の仕事は楽ですね。ただまあ長いことないからポシャッと潰れるでしょうけどね。まあまあ面白い問題だなと思って僕見てたんですけど。ね。まあまあちょっと問題文が読み取りづらいからね、これ仕分けはね なまあ、言われてるからやれるだろうけどちょっと答えに自信ないなっていう感じなんじゃないだからまあ説問って言えば2番目3番目4番目あたりかなここら辺をしっかりと解くというのがまあメインになってくると思うよそうすればまあまあ仮に4番あたりもちょっと状況の把握がしづらくてこれ自己設定じゃないんですよカー製事前設定ですからね。 売買取引が行われる前にその売買代金の一部について為替薬を提携してましたって話だからどうしても為替薬って自己設定のイメージが強いみたいなんでちょっとそこはね状況だけちゃんと読まなきゃいけないけどもまあそれだけちゃんとできればできたと思うのねえと30万ドル分については FR 予約したレート107残り20万ドルは当然今日の相場ねえ時も物相場の110円でやるしかないでしょでそれだけけなんですけど 意外と先入観で順番入れ替えちゃうと、えらい問題難しく見えますんでうん、ちょっとそこら辺が怖いかな。ただ、ただ、まあ、最悪ね、仕分けが例えばその2番3番ぐらいになったって、まあ、もう一度はまた3番だけになっちゃったって、あの、変にこだわらない方の方が良かっただろうね。まあ、今の話じゃないけど、1番5番なんから読み取りづらいですから、これ文章が。 そういう読み取りづらい文章にはまらずにあのその工業簿記の部分であったりとか面倒くさいけど厳格に仮定を追っていけば比較的対応しやすい2問目とかね,いね3問目なんかとかねそういったところにやっぱり注力するだからさっきの話に戻るけどもやっぱりね問題を見極めるってことはやっぱり必要だったんじゃないですかね確かにこの仕訳の問題はやりづらいです読み取りづらいと僕は思うだからそうするとまあだったらね過去問なんかの形を踏襲しているような第2問であったりとか。 あ一つ一つの決算整理をしっかり対応していく第三問とかそっちの方に注力していくその全体状況把握っていうものをしっかりやっていただけたかどうかだと思いますただね今の2級の受験生さんって本当にもうある意味揉まれてますからね、えー、先輩方去年1年間の 先輩方もね、えー、大変ご苦労されて2級の合格栄冠を勝ち取った方々でああいった先輩方があー作ってきてくれた道がありますからね、えー、そういう過去問が出てるんだっていうことを念頭に入れながら勉強されてる方々が多いからそういう方々からすればまあ今日はちょっと第一問が癖があるなとなったらばそれ以外のところが勝負のかけどこだとかっていうふうに判断していただくことができればね時間調整だけうまくいけば。 なんじゃかんじゃ言ってまあそこそこ率は出るのかなという気はするだ僕はまあ最初この問題解き終わったぐらいでは、うんまあ、今の方々の受験対策の程度を考えると30から35%ぐらいの数字はいくんじゃないかなという気はしましたしも,うもしかすると40%も見えてくるのかなという気はしましたね。まあ 本当にもう今のの方々その前提で勉強して,くださってるんで、ね、ただまあ40というのはちょっと現実的には厳しいかなっていう気もするのでただうーん30から35ぐらいかなという気が全国合格率で、ね、という気が僕はするただうんでもそうだな今の方々まあもしの状況なんか見させていただいててもんね本当によく努力していただいてるししっかり勉強されてる方多いから。 あのー、今ちょっと僕が言った40%という数字も僕はまんざら捨ててはいない捨ててはいないけどまあそれは希望的観測かなっていう気もするんで30から35もうちょっといってもいいかなっていう気はするけどもまあそれぐらいの率にはなるんじゃないかというふうには思いましたねはいまあこれがね、えー、今回の試験の僕の動画主観に基づく回答速報というところになります でもう少し時間も過ぎてるんでね、えー、ちゃちゃっと終わらせますが、最後にね、あのー、よいしょ、えー、今度の土曜日と日曜日、えー、私どもレックの方ではね、各地の校舎で、えー、小学生試験実施します。 えー、まあ別に小学生試験受かったからね受けていただいたから必ず申し込みをしてくれということではなくて、えー、この小学生試験の得点状況によって割引チケットを差し上げます一定の期間有効なねで一定の期間有効な割引チケットを差し上げますから、まあ、このあと お会計系のね勉強を進めようというふうにお考えの方は、まあ、その割引の権利だけでもお持ちいただくだけでも違うと思うので、ねえー、もしよろしければね、えー、こちら小学生試験の方を振るってご参加いただければと思います。あのー、細かい実施場所であったり実施時間があーホームページの方に合わせて載せてありますんでねちょっとそちらご確認いただいて、えー、ご自宅のお近いところでね 受けられる方はぜひ受けていただければといいいううふうに思いますはい、そうしましたらねとりあえずこれで、えー、今回1十4回に関する回答速報は終わりになりますけどねまあ,あ今ねあま、の、た、ー、を探しせております通りまあ,あ新型肺炎の問題もあってね、えー、まあ皆さんもおある意味ねしっかり気遣って、えー、ここに至るまで健康管理していただいていると思うんだけどもどうしても試験までっていうのはね 無理するじゃん睡眠時間を多少削ったりね、えー、昨日なんかもあんまり寝てないとかって人もいるかもしれないよね。ねどうしても試験前っていうのはねもう受験生さんですからあの無理するのは当たり前なんで、えー、ある程度ね頑張って。 多少無理しながら勉強してきていただいたところがあると思うんだけど本当試験受けるまでっての、ね、は意外と気張ってるからねそんなに疲れも感じないし、えー、自分の体に蓄積してる疲労っていうのもそんなに感じないんですけどねやっぱり試験終わるとね気が抜けるんでねあの本当に特に2月とか11月の試験もそうなんだけど寒い時期の試験って終わった後に体調崩しとです元々、ねね、特に今なんか急に暖かくなったりもしてるでしょ。 で暖かかったり寒かったり寒そうするともともとねそういう温度差があるだけでも体調にはねいいことはないし、まあ、体に対してストレスになってるんだけども、まあ、これまでの疲れがね一気にドット出ちゃうと本当に,、ね、別に肺炎がどうこうじゃないけどもいまだまだインフルエンザあるわけですから、あのー、そういったものにもかかっちゃう方多いんでね、あのー、ちょっと今日それから明日ね お休みの方も多いでしょおお、な明日あたりは、まあ、気持ち的にはね外に出てリフレッシュっていうのもいいんですけども、まあ、少し体をねちょっとゆっくり休めると、ねえー、意外と気が付いてないようでもやっぱり皆さんストレスもかかってるし疲れも溜まってるんだから体調崩さないように、あのー、ちょっと明日ぐらいお休みできる方はねゆっくり一日していただいて、あのー、心身ともにねリフレッシュを図るようにしてくださいよ。 ね、えー、ぜひぜひまあそういった体調管理にはねご留意をいただいてお過ごしをいただいてでまあしばらく1週間ぐらいはねゆっくりしていただいて、まあ、その後、まあ、次のステップとかっていうことを前向きにね考えていただければというふうにも思いますんでね。 はいまあそんなあよもやま話も含めて、えー、今回の回答速報というところになります。まあ、何にしてですけどもね、えー、ここに至るまで皆さん一生懸命頑張っていただいたあ一つゴール地点に今日の段階で達,成す,達することはできたんでねああすればよかったとかこうすればよかったっていうのは誰しもが思うものでもねあの今日それを悔いてもしょうがない今日はあーここまで一生懸命やってきたっていうことをやっぱりね自分の中で一つ誇りにしていただければいいし。 改善すべきポイントについてはあ疲れが取れた後にに、ね、冷静になって自分を振り返って、えー、次別に資格の勉強だけじゃなくてね同じように何かにチャレンジする時には同じようなミスをしないようにこういったところを少し考えてみよう改善してみようそういったものをね把握していただくと。 いう形にしていただくだけでも全然違うと思うんでね。ま是、あ、非そういう風にね。前向きに捉えていただければと思います。以上で、えー、本日の回答速は終了です。皆さんお疲れ様でございました。